目の前に山を積んでちょっと撮ってみてます。山を積むとこんな感じに見えると、皆さんの角度からだとマンズがちょっと見づらいですね。リアンズを3ピン、9万ローマンなんですが、このマンズが見づらい。ナン、スーソー、ウーピン、パーピン、ウーソー、まあ一応判別はつくと、一定の角度からでも。あとは体を動かせば、体を動かせばこういうふうにいろんな角度から見れるんで、まあわかると。ちょっと山積んでやってみてます。1枚積もって、ただこうなるとスペースがないんで、もう捨て牌が切るスペースないですね。次3ピン引きます。9万とローマン引くんで、この9万はいらないですね。この9万はいらない。ちょっと手が届かないな、もう完全に9万と何もいらないですね。9万と何もいらないぞ。スーソーはいる、ウーピンもいる、パーピンもまああってもいい、このウーソーもいる。9万と何はいらない。どうすべきか、どうすりゃいいんだ。いや、バレるでしょう。まず左手が、まあ左手が左、右手が右ならわかるけど、左手が、まあ左手の人が麻雀やるとこっちからこう積もるってありますけど、なんだろう、これをこうする方法、まあ動かした上で、いやダメだな、こんな動きはおかしい。いやでもそれじゃあ9万と何か結局手前にあるんでダメですね。もっと これいらないんで、どうせいらないんで、もう二度と積もんないとこに持っていきたい。まあまあ こんな感じのが一番だけど、こんな速いスピードで手が動くことが不自然ですね。イカサマってあの普段のスピードと違う、普段こういう手の動き、手のスピードにもかかわらず、なんかある一瞬だけスピードが速くなると、これ不自然なんです。普段からこうやって速く動いてる人であれば、このスピードはまあ自然ですけど、なのでむしろ私が普通にこの打ってるスピードでの方がまだ動きのスピードには違和感はないので、ただちょっと左手がどうしても右の山に伸びるっておかしいですけど、まあ、なんだかんだでこの状態になったとして、次スーソー積もる。まあイーソーとリャンズはいらないですね。こいつなんだ、吐くか、ちょっと分かんなかったです、なんだろうと。まあ三蔵はパッと見えないんで、ウーソーは見えます。ここにウーソーある、パーピンとキューピンある、ローピンがあれば一通もあるけど、ローピン見えないですね。まあ、ウーソーは引く。キューピンも、ウーソーは引く。キューピンもある。このウーピンいらん。
今リャンゾー見えましたけど、バレるかな、バレるかな。こうやってちょっと 手で隠しながら、前山を前に出すふりして手で隠しながら、こうやって同じ要領だ。こっちもいや意外とバレないんじゃないか。そうするとこの2枚またいらないですね。いるのはこのウソ、このキューピンです。なのでヤギ拳銃を使うのか。いやバレるな、やりため。一番いいのはやっぱさっきのこれなんですが、あ、練り牌がもしかしたら当たり使える牌かもしれないんで、この練り牌に関してはピンポイントに9ピンの可能性はあるんで、ブブー。 さっき見たばっか、ペートリアンゾ見たばっかですね。この嘘が欲しい。ちょっとこうやってなんか手格好小手返しとかこうカモフラージュしといて、なんか動かすふりして手が動く不自然さを消して、この動いた状態でこういうふうに、タンヤオピンフ。ちょっとカメラに映ることを考えるとスペースがもうないですね。あとは9ピンがここに見えます。9ピンが見えます。ちょっと遠いな。ツモハイがここなのに 手がここまでかわせるってちょっとおかしいんで、せめてこの辺だったら手がまだカバーできますが、ここまで手が伸びるってちょっとおかしいんで、これはちょっと難しいかなと。まあこういう時にはさっきのキャタピラーですね。キャタピラー、向こうの牌を 手前に持ってくる方法、キャタピラーを使いの、あ、ただリーチかけないとダメだ。リーチかけないと、この牌でリーチですね。この牌でリーチ。で、次に一発で、ツモ。ちょっとずれた。リーチ。あ、ダメ。ブブー。もっとなんか、ブブー。まあ、山を積んでみてちょっとやってみたんですが、なかなかいいアイデアが生まれません。まあ、せっかく積んだんでこの山を使ってハイパイを取る。これリーパイしなくていいような麻雀だったらもう読めないですね。4人ともこんな打ち方されたら、ちゃんと並べるっていうことを暗黙の了解にしないと。こんな手格好、向こうから見てもどう見ても悪い。いやもう 何やっていいか分かんない、夢がない、ツヤがないハイパイですね。これは透明ハイ云々の前に、透明ハイ云々の前に適当に切ってチートにでもなればラッキーぐらいの。あ、もうちょっと面白いツモしてくれた。少し上がり目が出てきたツモを今してくれました。麻雀は一つのツモで上がれないが上がれるになるんで。
あら、まさかのこんな手の進み具合。一応いいシャン、おー、転敗した。すごい。まあ、リーチかな。ペンチーピンでリーチした時点で、引っ掛けリーチもクソもないですね。丸見えです。なので、まあ、こっちでリーチ。9万とパーピン。ここにさっき練り牌入ったんで、9万の可能性はあるんですが、それでも読みやすいですね。9万、ウーピン、パーピンあたり押さえてれば。こっちはもうメンツ確定なんで。100% これ、リャンゾーなんで。リーチする以上は。なので、まあ、9万。ウーピン、パーピンの3つを押さえてれば、まあ、ロンはないだろうと。こいつが9万だったら、ウーパーピンになるし、こいつがウーピンだったら、9万パーピンになるし、ちょっとこれは 100% 読みが断定されちゃうような形になりましたが、ちょっと山積んで、なんか新しいアイデア発想生まれないか的なことで、あとはちょっと牌を触りたくなったっていうのでやってみました。ありがとうございました。